ちは、e コンセプションの福島真希子です。今日はクリスマスということで、もうすぐクリスマスなんですよね。でクリスマスにちょうどぴったり のアロマオイルを使ったルームコロン、ルームコロンをご紹介しようと思います。で皆さんクリスマスっていうとどんな香りイメージしますかね。私はなんかやっぱり、クリスマスツリーのこのモミの木、モミの木のイメージとかですね。でちょっとこうみんなが集まって、パーティーなんかする明るい感じ、こうなんていうかな、楽しいなっていう雰囲気、そんな雰囲気を盛り上げるのと同時に、あとなんていうかな、こう静かに、しみじみほのぼのなんかあったかいじんわりした気持ちになるっていうところもいいのかなと思ったりして、で今日は2つの、アロマブレンドを、用意してみました。ぜひやってみてください。ワクワクもみの木ブレンド、でまず、1つ目のブレンドは、皆さんご存知のレモン、そして、スプルースっていう精油を使います。でスプルースっていうのはちょっとマイナーですよね。これはやっぱりもみの木なんですよ。もみの木の針の部分を集めて取った精油なんですね。で、抗菌作用もあります。抗ウイルス作用なんかもあって、インフルエンザになんて話も何日前にちょっと言われてましたけども、その他に、実はリラックス作用も結構ありまして、エステルっていう成分が入ってるんですね。だからまあ抗菌しながらそれでてちょっとリラックスするっていう、とっても理想的な。そしてまた匂いがね、この香りが何とも言えない、どう表現すればいいのかな、もみの木なんで、ちょっと松みたいな、杉みたいな匂いもするんですけれども、その中になんかこうふわーってね、甘い香りがするんです。で刺激的なところもあるんだけど、こう沈めるようなところもあって、とてもユニークな香りなんです。なのでこれを使って、これをレモンと混ぜてみますね。ほのぼのオレンジブレンド、2つ目のブレンドはオレンジと、カルダモンっていうのを使います。オレンジの精油はよく皆さんご存知だと思うんですけど、カルダモンっていうのはこれもね、リラックス作用にとても優れているんですよ。生姜科の種から抽出されるオイルなんですけれども、とっても優しい甘い香りがします。はい、ではまず用意するものは、使うエッセンシャルオイル、精油ですね。そしてこれは上にスプレーがついています。すでにお水入れてあります。これただのお水です。そしてもう一つ使うのがリキッドエマルジョンというか、レイコンセプションの乳化剤になっています。これ精油を水の中に溶かすことができます。で、精油を混ぜていくときにですね、私こういう小さいガラス使うのが好きなんですよ。っていうのはこう匂いがね、匂いが確認しやすいんですね。なので、じゃあ1個目の、ブレンドからやっていきます。1つ目のブレンド、まずレモンを7滴落としますね。はい、そしてスプルース3滴落とします。これでちょっと匂い嗅いでみましょうか。おお、素晴らしい。素晴らしいですね、この匂い。たまんないですね。おお、では、これにですね、リキッドエマルジョン、ワンプッシュ、入れます。そうしましたら、これでちょっと混ぜて。で、このお水がすでに入っているボトルにですね、混ぜた、これは精油とリキッドエマルジョンを混ぜたものです。これをスポイトで吸い取って入れます。そしてスプレーの蓋をして、シャカ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 振るだけです。これでもう乳化してます。でこれをお部屋に
ね、シュッシュと、あーいいね、あーいいですね。でお好みの、あの香りの強さ調整できます。このお水の量を減らせばもちろん、香りが強くなりますね。またエッセンシャルオイルの量を増やせば香りが強くなります。なのでこれではちょっと足りないなと思う人はもっと増やしてもいいし、あこれはちょっと私には強いなという方は減らしていただいて構いません。はい、では2つ目のブレンドです。2つ目はオレンジとカルダモンを使います。でこのガラスの小さな入れ物にオレンジを7滴、はい、でカルダモンを3滴入れます。はい、入りました。そしたらね、これ先ほどと同じように、リクイトマルジョン、を入れて乳化していただいたものをこういうスプレーにしてもいいんですけれども、またね別の楽しみ方としてこういったアロマポット、もうこのまま入れちゃう、うん、そうするとここからいい香りが漂ってくるというこういう使い方もあります。はい、こんな風にクリスマスアロマを使って楽しんでくださいね。メリークリスマス。